Usoya. それは… ゲームをしよう。ふん。え？そうじゃない。
ゲームは簡単さ。先生と自分、どっちが大事か比べっこするんだ。君かな、お姫様。さあ、君の答えは。先生死んじゃったか。なら次の比べっこを始めないとね。くそ。Thank you.
信じてくれ。必ず君を守るから。は？またさっきみたいなことがあったら呼んでよ。すぐに飛んできて、必ず君を守るから。へへ、可愛い子の前だからって、かっこつけちゃって。違うって。仲間のピンチに駆けつけるのがヒーローだろ。わかった。あなたを信じます。みんなをエクステンドして必ず戻るから。死なないで。あ、君も必ず生きて帰ってくれ。さて、どうしよう。いや、やっぱり君をいじめる方が楽しそうだね。行くんだ、ススキノさん。それで？ねえ。さちかちゃん。それとな。どうやろう。ごめんなさい。なるほどね。え？ですが。
それもそうか。いいですか？任しとき！嘘や。いいえ。ちょ。だから。それはね。さてと。やれやれ。
ってことだ。もう。え？あの。あなたが私たちの中にいた嘘つきだったんです。マジで？ふざけんな！そうだ。何やって？ふざけるな。ゆい！あのさ、ガレージに遊びに来ていた私たちの先生のこと。そうですよね、保健室の一陽先生。保健室？私たちが通っていた海洋学園、その保健室の先生が一陽先生の正体なんです。いえ、いいかい？やれやれ。
仲間外れの君がそれを言うのは滑稽だな、サチカクロン。僕は黙っていいのかい？日暮君を生き返らせたいんじゃないのか？日暮君を生き返らせる方法が一つだけある。